ウェイト・ホイトは1920年代から1930年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手。ニューヨーク州ブルックリン生まれ。右投げ右打ち。15歳でプロ契約し、スクールボーイというニックネームで呼ばれた。1920年代アンキース王ン期の主力投手。ホイトはブルックリン生まれで、 ドジャースのファンだったそうだが、15歳の時にプロ契約を結んだのは、当時ジョン・マグローが率いていたジャイアンツだった。その才能は、マグローを驚かせ、ホイトは、マグローから、スクールボーイ・ワンダーというあだ名をつけられた。メジャーリーグデビューは18歳の時だったが、ジャイアンツではわずか1イニングしか登場せず、翌1919 19年にはレッドソックスへ移籍してしまう。しかし、 当時財政難を抱えていたレッドソックスにも長くは、いられず、1920年オフに、ヤンキースに移籍する。ヤンキースには1921年から約10シーズン、在籍した。移籍した1921年と1922年は、それぞれ19勝、1923年には17勝を、上げ、3年連続で、ワールドシリーズに進出する。 ホイトはこの間ワールドシリーズで計6試合に登板し、2勝2敗の成績を上げている。ヤンキースは1926年から再びリーグを3連覇するが、この間ホイトも1927年に22勝、1928年に23勝を上げている。1930年シーズン途中にタイガースに移籍した後は数球団を転々とするも、 ヤンキース時代のような成績はなかなか残せなかった。唯一、1934年にパイレーツで15勝6敗を挙げ、防御率でリーグ3位となる活躍をしたが、2桁勝利を挙げられたのは、これが最後だった。1938年にブルックリンで現役を引退。引退後は野球放送に関わろうとしていたが、ヤンキースは、 恋が少ないとの理由で、ホイトの採用を拒んだという。ホイトは2年間ドジャースのポストゲームショーの解説者を務めた後、シンシナティレッツの実況解説者を24年間務めている。放送会を引退したのは1965年のことだった。レッツは、ホイトの放送活動での功績を称え、2007年に、球場のラジオブースの壁近くに、 記念の放送マイクを飾るセレモニーを行っている。1969年にベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出1984年にオハイオ州新シシティにて死去した。ありがとうございます。